にちは、みなみです。今日はボールレビューシリーズ第2弾ということで、今日レビューするボールはこちら、クロトンフィジックスです。これは12月に発売された、比較的私が持ってる中では一番新しいボールになります。でね、ネックストリットって言って、強めの一番強いストリットのカバーです。ちょっとね、投げていきたいと思います。レビューしながらできるかどうかは分かんないですけど、はい、頑張ります。まだね、このボール投げてないので、今日1回もどこ立ったらいいかは適当で。あー、ちょっと持っちゃった。おー、ということで、いきなりスプリットなれましたけど、すごいね、キャッチ力がすごいです。キュッて曲がってくれます。ちょっとこれ6番ピンもフィジックスで狙います。もう1本だけ狙います。山、私の中では2枚ぐらい、
内側にミスしちゃったんですけど、それでもねポケット行ってくれました。さすが。そしてピンアクションがめっちゃいいです。ポンコツなせいで天秤がめっちゃ残ります。あーやばい、曲がる。あー曲がれた。あーちょっとね曲がっちゃいました。さすがに。右に1枚ずれました。ちょっと、あーラッキー、天秤残りそうだったけどラッキーです。ストライク。あーちょっと出ちゃった。外ミスしちゃうと戻りすぎちゃうんで、はい、今のはもう全然外ミスです。最後6番ピンと10番ピン、クロトンフィジックスで狙います。あー危ない。というわけで結果はこちら、スプリットが2つと天秤曲がりすぎて取れなかったのが1個で174点でした。私のライン取りがちょっとよく分かんなかった部分もあって、点数はそんなに伸びなかったんですけど、ストライクが5個、ストライクが5個もあってました。私がねいつもなんか1ゲームの中でストライク5個も出ることなんてあんまりないんですけど、やっぱりそれだけピンアクションが良くて素晴らしいボールなので、もうぜひ皆さんも使ってみてください。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、ツイッター、インスタグラムもお願いします。コメントいつもありがとうございます。読ませてもらってます。では次の動画も見てください。ありがとうございました。